い、どうも皆さんこんにちは、タタと申します。さあ今日はですね、無謀な挑戦をしていきたいなって思います。イエーイ。さあこのテンションはいつまで持つのでしょうか。さあ今日はですね、チャレンジレベル 17×6 マスというところをやっていきたいなって思うんですけども、最近もうねサボりすぎてチャレンジレベル10ね、全然挑戦してなかったんで、もうそもそも勝てる気がしないし、76な時点でうーって感じだけど、さらに追い打ちをかけてこんなパーティー入れてみようと思います。じゃじゃーん、なんとまさかの楓パーティーとりあえず木で染めてみました。でがっつり指が欲しいので、指のバッジをつけて、全部で10秒パズルかな、11秒パズルに、この子 の一旦延長で、12秒の時もあるみたいな感じの転生にしています。でこれが76とはあんまり相性良くないと思うんだけど、パズル後の残りドロップ数が6個以下で攻撃力が10倍というところで、とにかく頑張って消しまくるっていうところをね、頑張っていきたいと思います。それではいきます。いきなりこれかい。あ、なんか知らんけど毒耐性やったらしい。よっしゃ行くぞ。11秒、無理。落ち込んないから。あ、はい、無理いいね、面白いね。あ、ずれた、無理。もうみんなどうしてできるの。しかも HP 37000しかない。もう無理かもしれない。指延長。よっしゃ12秒になった。回転のスキルは木と回復ドロップ3個ずつ変形。あ、これいいか、使おう。もうね、スキルガツガツ使っていきますよ。ねえ、全然残ってるじゃん。やばい。せめて1回くらいやりたい。
7×6、楓パーティーは、無理っていうことが分かりました私には。てかね、本当に落ち込む。これね、できる人尊敬する、マジで尊敬する。はい、ということで大好きな RX パーティーで行ってみたいと思います。もうね、ちゃんとしたパーティーでやっていきたいと思います。ただちょっとレベル10なので、ちょっと舐め腐ったプレイするとなんかオアな気がするんだけど、頑張ります。毒耐性もあるんだね。誰が持ってんだ。あ、すごい、 80% でカットだわ、優しい。よし、行こう。11秒パズル。
回復薬を作る作戦。13秒ある、大丈夫、私だったらできる。50% になり、6ターンの間回復力 50%。 軽減は張りたいね。大丈夫、キーソニアだったら大丈夫、君は強い。
13秒。惑わされるな。帯体制はなーい。じゃあ大丈夫、7、6だから実質ないようなもんだから。めっちゃ長い動画になっちゃった。イエーイ、やったー。はい、ということで引き続きパズドラ楽しんでいきたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。